はい、皆さんどうも橋本でございます。今日からジョン・バーンズ・チャンスの吹奏楽曲呪文と踊りの解説を始めていきたいと思います。現在進行しております2曲の解説動画がまだ完結してないんですけれども、とある視聴者の方からこの楽曲のリクエストがありましたので、全3回に分けてこの曲の解説を行っていきたいと思います。1回目の今日は冒頭から88小節目までを解説していきます。まず冒頭は4分の3拍子ゆっくりしたテンポで始まります。で、ベースパートは4小節目から始まります。で、最初の弦の伸ばしはピアノになっていますので、ここのボーイングはもう無理に回転せずに、もうダウン1指で弾いていただいて構いません。で、次の7小節目アクタクトも、ここもダウンで弾いていただいて構いません。で、次の10小節目なんですけれども、アスから3小節間にまたがってスラーがついております。ここはもうピアニッシモになっていますので、ここもダウン1指で十分になります。で、R になってからは開放弦に変わります、はい、そして次の13小節目で、メゾフォルテになります。で、ここはもうスラーがついていますので、ここは少し音量を高く弾いていただきたいと思います。で、ここもテンポによっては1指で十分だと思いますけれども、今のように、少しちょっと意味が足りないと感じた場合はもう今のように途中で回転していただいても構いません。で、デクレッシェンドをかけて、まあ、今アップで終わってますけれども、十分間に合うと感じた場合はもうダウン1指で終わっていただいても構いません。続きまして19小節目、まずボーイングから説明していきます。で、ここは最初フォルテになっていますので、ここはダウンから入ります。で、基本はダウンから入って、で、クレッシェンドが書いてるところはアップで、デクレッシェンドが書いてるところはダウンで弾くというふうに考えていただきたいと思います。最初からいきますと、ですが、最後はダウンで終わる感じとなります。で、その後見ますと、29小節目、ここでクレッシェンドがあります。最後の1小節間のですがクレッシェンドになりますので、ここで途中で回転をしてください。ここで回転でアップしまして、次の小節でこのゼスがダウンで入る感じとなります。それ以降は最後のアはアップで終わる感じとなります。このように弾いていただきたいと思います。19小節目のポジションなんですけれども、今先ほど説明しましたのポジションは少しちょっと難しめのポジションを使っています。で、もう少し簡単なポジションをあと選択した場合は今から弾くんですけれども、まず最初は開放で弾いていただいて構いません。23小節目はこちら の D 線を押さえた弦を使っているんですけれども、これもちょっとまあ難しいと感じた場合はあんまり好ましくはないんですけれども、音程に自信がない方はもう開放で使っていただいて構いませんので、確実に音量が鳴るポジションを探していただきたいと思います。33小節目からプレスと速いテンポになります。で、すぐにピアノに落ちますので、この音量に注意していただきたいと思います。で、ボーイングなんですけれども、その前の2小節前のフォルテのこのアーの伸ばし方が始まりますので、アップで終わりますので、で、ピアノに、プレストが入ったところのピアノはもうすぐにダウンで、途中で回復して、音量はすぐに落としていただきたいと思います。で、ここから20小節間、タイでつながっているんですけれども、当然1人で演奏することはできませんので、ここは様々な考え方があるんですけれども、ここはもう4小節単位で回復をしていただくと、長時間があると思います。で、4小節単位で回転をしていきますと、52小節目の最後のこの全オープンのタイの伸ばしがダウンとなります。で、そこから次の小節、53小節目でクレッシェンドがかかりまして、そこから一気にフォルテッシモになりますので、ここで途中で回転をしてください。その前からいきますと、その前の4小節間のまずダウンで1人で弾きまして、で、53小節目になりました、この R のこの2分音符。
で、ここで一気にここで返り身をしてアップします。で、一気にクレッシェントでフォルティッシモまで持っていきます。そして次のフォルティッシモになりましたこの D のこのタイの伸ばしも途中でもう当然返り身をしていただくんですけれども、この返り身のタイミングは自由なタイミングで弾いていただいて構いません。まあ、指揮者の変更設定によっても大きく変わってくると思いますので、1小節単位がちょうど良ければもう1小節単位、例えばもう少しテンポ変えていれば2小節単位でも構いませんので、皆様の都合の良い返り身のタイミングを探していただきたいと思います。76小節目からのリズムは最初が裏拍で、4拍目の F も裏拍になります。で、その2小節目になりました77小節目は今度は D が2拍目の頭になります。で、このタイミングを間違えないように注意していただきたいと思います。で、ボーイングはもう全てダウンで弾いていただきたいと思います。最初の D もは当然ダウンで弾きます。で、4拍目の裏拍もこれもダウンで弾いていただきたいと思います。それがずっと6小節間続いて、で、4分の3拍子になったところはちょっと例外になりまして、最初の D は当然ダウンで、次はアークダックになりますので、83小節目になりましたこの D の音をダウンで弾きたいので、ここだけ例外的にアップで弾きます。そして77小節目や79小節目の2拍目の表拍をどうしても早く入ってしまいがちになる人は、この四分休符のためをうまく作ってないことが原因になりますので、この四分休符の1拍間の休みの間にこのしっかりためを作って2拍目で入ると相当リズム感が取りやすくなりますので、ぜひ実践していただきたいと思います。83小節目からのボーイングはこれも様々な考え方があるんですけれども、例えば全てダウンで弾くという方法も考えられます。今弾きますとで、スラがついますところはここも当然ダウンで演奏します。もう一度弾きますとを要求されることが多いので、もう一気に全てをダウンで弾いていただいて構いません。で、今87小節目以降も弾いたんですけれども、ここも全てダウンで思いっきり弾いていただいて構いませんので、はい、音一音一音をはっきり出すということを心がけていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。19小節目からはこれは主題になるんですけれども、先ほど説明しましたボーイングでうまく弾けないという場合は、もうこの弓のスピードが速くなりすぎるっていうことが原因になっていますので、少し弓のスピードを遅くしていただいて、この右手のこの全体のこの腕の圧力をたっぷりかけるというイメージを心がけていただくと、音量も出やすくなりますので、ぜひ実践していただきたいと思います。1回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。